ちあこです。はい、ということでもう7月になってしまいましたが、今月もですね月一バリエーション踊ってみた企画をやっていきたいと思います。はい、ということで今回はですね白鳥の湖に出てきます、パドトロワの第3バリエーションを踊りたいと思います。ちょうどですね今8月6日の公演の、白鳥の湖の演目のリハーサルを一生懸命頑張っているところなんですけれども、このパドトロワという踊りをですね1幕に出てきます。女性2人と男性1人で踊ります。で、第1バリエーション女性が1つありまして、で第2バリエーションが男性になるのかな。で、第3バリエーションといって女性、男性、女性という感じでバリエーションを踊っていくんですけども、私はですね3つ目のバリエーションをこれから踊ります。で、このパドトロワの踊りはですね1幕のその王子のお誕生日の宴、お祝いの時に踊られる踊りなので、なので王子のお友達という設定になっております。字幕はですねあんまり盛り上がるところというところはないんですけども、このパドトロワの踊りだけはああ白鳥だなという感じでちょっと有名かなと思いますので、今日は頑張って練習していきたいと思います。私はねこの第3バリエーションをチェコにいた時に白鳥の全幕得てた時に踊りましたので、もう本当10年ぐらい踊ってないんですけど本当ちょうど10年ぐらいかまあまあ頑張っていきたいと思います。で、白鳥の湖のストーリー解説はですね前にも動画で上げているんですけれども、また改めてちょっとしっかりとストーリーを解説したいと思っておりますので、今回はですねもうそのままちょっと練習して踊るという感じになりますので頑張っていくぞ。それでは月一バリエーションパドトロワ第3バリエーションいってみよはい、ということでいかがでしたでしょうか。約10年ぶりのパドトロワ、難しかったですバリエーションは何を踊っても難しい今回白鳥の湖のストーリー解説はしなかったんですけれども、また7月中にストーリー解説改めて上がるかと思いますので、そちらもぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Lucky, lucky, lucky me.